ミルウォーキー出身の俳優、映画監督。3度の結婚歴があり、コメディ女優のギルダ・ラドナーは3番目の妻で、1989年に種別している。ロシアからのユダヤ系移民の子として生まれる。アイオワ大学では演劇を学び、アルファ・エプスロン・パイクラブに所属していた。1955年に卒業し、英国のブリストル・オールドビッグ演劇学校で学ぶ。 帰国後、徴兵され、陸軍に入り、1956年から1958年に、かけて、衛星兵として訓練及び軍務に就いた。除隊後、ワイルダーは、リムジンの運転手とフェンシングの教師を続けながら、劇場での仕事を探した。オフブロードウェイのショーからブロードウェイへ進出。1961年、ブロードウェイのショー、ザコンプレーセントラバート。 ルーツで、クラレンス・ダーウェント賞を受賞。1968年、映画、プロデューサーズでアカデミー賞助演団優勝にノミネートされる。プロデューサーズのメルブルックス監督とはその後もコンビを組み、ブレイジング・サドル、ヤング、フランケンシュタインなどのブルックスの代表作で主演を務める。また、黒人コメディアンのリチャード・プライアーともコンビを組み、大陸横断超特急。 スター・クレイジー、ミザル、キカザル目撃者、詐欺師と、嘘つき患者などで共演した。その他の出演作品に、ロワルド・ダールの原作を映画化したカルト作、夢のチョコレート工場、ユダヤ人牧師役として荒くれカウボーイ役の、ハリソン・フォードと共演した、フリスコ・キッドなどがある。また、1975年の、新シャーロッカ・ホームズおかしな弟の大冒険以降は、 自身の出演作の監督も言った。2016年8月28日、アルツハイマー病の合併症により、コネチカット州、スタンフォードの自宅で亡くなった。83歳没、ありがとうございます。